さあやってまいりました熊本の朝、おはー抽選ですよ、いくぜー、せーの、ない、あ、まあ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 、まあ、いくよー。さあ入場の方始まりましたよ。ちょっと今日ね、雨降ってジメジメして暑かったんで半袖に着替えましたで、実践ホールがね、金馬車北部店でございますから、まあ、今までにいろんな立ち回りを試してきました。今回もね、とある寝台ありますんで、ちょっとそいつにすがってみたいと思います。行ってみましょう。バチカン、おはようございます、行ってきます。おはようございます、よろしくお願いいたします。さあ本日私が打とうとしていた台はこちら、ジャグラーガールズ SS。 前日ついてないやつがね、一番ついてないやつこれだな。さあ恒例の朝一の稼働状況の報告でいきましょう。まずは真っ先に待ったのが番長4でございます。まあまあまあ、これは順当ですよね。それでまず奥にできたスマスロボックスのカラクリサーカスが1台が埋まっていて、乙女4も埋まってます。あとは3台のモンキーターン5ね。まあ、やっぱ新台が埋まる傾向ありますね。ダンマチ2で、あとは、北部店で看板機種ですね、いまだ現役稼働中、カバネリが端から全台埋まっております。で最後こちらも寝台ですね、私が角に抑えましたジャグラーガールズ4台、こちらも埋まっております。朝一の埋まり具合はこんな感じでした。実践行ってみましょう。さあそれでは実践していきましょうか。バチカン、ガキ君はなし、ガクなしか。一応今日押さえた台が、この全4台設置の中で前日一番ついていない台です。で3日分の回数を見る限り1日1台は飛び跳ねている台がございます。でこの3日間で1回も入ってない台がこの台だと思われるので、まあまあまあ上げ狙いで座ってみました。でジャグラーガールズを取った理由でございますけども、もちろんジャグラーシリーズの最新作だからですね。僕ジャグラーの新台が出た時いつも動画で言ってますけども、でも導入当初は本当に扱いが甘いです。これは日本全国どのエリアでもです。いかに熊本といえども、まあ、さすがのジャグラーシリーズの信頼は甘いだろうと、扱いがね。ただですね、この3日間のデータを見る限りだと割とメディアなのかなって感じです。予備位置ですね、まあ、他のコーナーよりは積もりやすいかなっていう、このデータを見ても思います。最近これね気に入ってるんですよ、千円札での初め通するジャグラーで、なんか1万円入れるとね、なんかすぐ光らせる気ないんじゃないかって台に思われそうでね。あ、そうなんですよ、こういうちょっとなんていうんですかね、オカルトチックな願掛けみたいのもね、最近でジャグラーに関してはねやって遊ぶようにしてるんですね。これはね、ニコちゃんっていう動画企画を一緒にやってるセクシー女優のね、長野スカスちゃん、僕スカッちゃんって呼んでますけど、スカッちゃんからねこういう楽しみ方を習いましたね。ジャグラーはね、生き物だからね、全部見てるから、こっちの行動みたいな。あ、そうですか、つってね。なので、千円札で入れてみました。で、本日ですけども、朝一の稼働をご覧になっていただいた通り、まあ、入りそうなところはもう、普段来てるお客さんで埋まってますって。これがダメだとしたら、あと掘れるのはもうブブブからくりすかね。光ってる、おお、300元ぴったりです。これでピエロ狙うつったな、こいつだったな、消えちゃった。はい、チェリーチョ、よし、ガコ。投資の方が
8000円ですね。まあまあかかったな。はい、パチコイ、オッケー。何気にでも千円札作戦成功ですよ。2枚余りましたから成功成功なんだ。まあ朝一ね300ハマったぐらいじゃ何と思いませんよ、うん、なんて言ったってガールズですから。わかんねえんだから。ちょっとやそっとちゃう。めちゃくちゃハマってるな、ジャグラーガールズ。これもう消去法で言ったら僕って言ってもいいぐらい周りはハマってますけど、いや俺もハマってんのかさっき。いやーでもいくらボーナス確率ね、そんなにすぐには差が出づらいっていうジャグラーガールズ言っても、今全4台で引いてるレギュラー2回です。どうしようかな、飲まれたら早めきるかな。さあどうすっぺ、飲まれそうだよ。え、何ですか、数値じゃすぐには判別つかないジャグラーなんじゃないですか。その通りなんです。だからこそ追うのにも根拠が必要なんです。だから自分がね、その入れ方の傾向を把握してる店とかだとすごい武器になるジャグラーなんですね。で今日ね打っているこの金馬食部店、ジャグラーに信頼のね、ジャグラーガーズに設定を使うかどうか、まあこの数日の過去のデータを見ると1台ぐらいはそれっぽいのが入ってるよっていうので、それがどこに入るかもちょっとわからないよね、状況なので。だからここから呼ぶ位置を、4台全部掘っていくことなんですね、もし探すなら。だからちゃんと狙い台が絞れてるときは多少確率が悪くても粘りましょうという話であって、今日は絞れる要素がございませんので、まあちょいと早めに見切るかな。いやもう一回当たってその後の様子だけ見たいところですが、いやここで大きな負債を抱えたらもう取り返すのは難しい気がするな。あれだ、一回回り見ようかな。一応気休めで浮動確率だけ見てきます。 7.0 分の1、末期も末期でしたね。ちょっと移動しましょう。さあ仙台探していきます。さあ移動しました、2台目です。こちら、からくりサーカスでございます。やっぱりね、あの過去の実績と傾向から台を選ぼうと思いまして、からくりサーカス設置が全5台です。でここは過去の傾向上複数台入っていること、結構ありましたん でこの台今448回転しかまだ回ってないんですけど、もうすでにチャンスを3回入ってますんでね、軽めで86回転で空いてます。102ポイントいきましょう。でも立ち回りとしてはこっちの方が正しいんでしょうね。まあ今日も特定の機種にですね、常連さんたちがもうギュッと集まって座っているので、まあ、入れ方の傾向は変わらずですからね。からいつも使っている機種に行くのがやはり一番、まあ、立ち回りとしては賢明と思います。だから狙いはからくりサーカスの4狙いですね。一本釣り全然可能性はあると思います。でからくりサーカスですけども、やっぱ爆買いの入りと示唆ですよね。そこしかもうほとんど見てないです。モード以降は分からんと思う、まあ、いいに越したことはないし、浅いところでやっぱり当たるんだけど、それだけじゃ分かんないと思うんですよ。さあ2枚目、こっからはもう満券です。さあ200のところ残念、なんか出て、なんも出ず。なんか出てといえばカバネリからもう出たそうですよ、打ち続けられるやつ。あと今日ねカバネリ打ってる常連さんから面白いこと聞いたんですよね。今熊本めちゃくちゃ勝てますよと、なんかとあるね進展ができて、それの対抗みたいなのでかなり地域としては盛り上がってるんですよと、
聞いたんで、ちょっと今日期待しようかな。そんな熊本の状況下でのバチコン収録ですけどね、なんかいつも以上にいろいろ出てくれて嬉しいですけどね。よし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 スタパネショートセラダイ、うーよかったマチコン、スター一発でなんとか通しました。なんとかなるもんでしょう。伸びてよし。そうなんだよ、オッケー頼むぞ。あーまあまあまあでかい、まあでかい、まあでかい、終わる。耐えて、あと13ゲームやれるよ。ああ一番やら終わり。さあチャンスは来てるな、あチャンスは来る日っぽいです。いきます。あいいじゃない、 CO 天国、チャンスは来る日っぽいよね。もう手も足も出ない日ってあるじゃない、お手上げみたいな、もうそれではなさそうです今日は。133ポイント87ゲーム2回目、持ちクイーン、すごい、うわーいいなー、シャッ、バーン、お、フェイスです。でもすごいよねこの今の状況は。今1スルーでそれも天国で、ここからあと3つ天国でしょ、で4つは天国でスルー回数天井を目指すわけですよね。やべえ恵まれちょる。さあ抜けたというわけで、1つ目が天国じゃないのね、あと4つのうち3つが天国、楽しみ当てて取っていきましょう。さあ本日3人目の幸吉さんでございます、いきましょう。まあ先の見通しがある投資ですからね、現在からくりでね、こんなにね、あの安心して投資できることないですよ、なかなか。4枚目、投資がもう33本中、マジっぺ、一気に投資が挟んじゃったよ、もう厳しい。1ゲーム数も結構かかっております、655ゲーム876ポイント よし、よーし、新之助、おじちゃんもありがとうございます、クラッシュできました、ありがとうございました。あ天国3つありますから、この後4つのうち3つ、流れでいこう、このまま流れで、しゃあチャンス来た、200枚でいいんで、200枚で、よっしゃ200いった、よしよし、いいでしょう、よし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 、最低限よ、
これも流れていこう。いや一回寝かせよ。あー怖い。あーもう減った遅い。もうデカプッシュセルナ。あ、200大きい。薄いとこ引っ張ってきたね。さあ残り400枚。よしよし引いた。合格。おいおいおい 40%。 やはりテンポ間違っていなかった。ああディアちゃんお久しぶり。さあ取ろう。いやチャンススタート超強いよ。これは大丈夫でしょう。そのまま撃破勝ち。待ち込む。よし2つ目まだ間に合うよ。枚数はまあまあ残っております。おあストックあった。さあここで枚数終わりましたがストックがあります。いやーもうないんじゃないか。まあ最高5個でしょ。基本は1個と思いましたよ。いやーあれから劇場ジャッジするなしか。あー終わった。頼むもう1個買ってくれ。あるー2個目ある。嬉しい2個目。やめてくれ。見たあることない。つらいつらい。やったー。はあ危ねっぺ。うわなんとかつなげてますよね。あぶねっぺ。上行かずにまくれちゃったんだ。36本だろ。お隣様600枚で3つ行ってんのに。俺いつもこうだよな。もう枚数回でめっちゃ取れるんだけど全然上行かねえんだよな。相性いいのか悪いのかマジで分かんないっすよこれ。長いよ。もう
さあストックまた今の浅田にストックあるない。さあ紳士さんですけども残り4つ中3つ天国ギリギリまくってないです。あーもういつもの異原人のからくりサーカスだよ。100以内でまたチャンスゾーン行きました。頑張りましょう。ちょっと右手に変えてみよう。戻したよ。さあ何回目のチャンスだ。ほらよっしゃ、青で持ってきた。さあ、200はいった。2回目も200。よし。最低限は取ってんのよ。360枚。いいぞ、どっちは。あるパターンじゃん。よし、よしよし。今日ここが下手。もう今日ここが下手。やんなる。乗ったー。300。よーし、引っ張ってきたー。よし、さあこれでプラス1突入です。よし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 、上位出してなんとかプラスで持ってった。先回り、うわぁ来たー。頼む。300。よっしゃ、2発目よし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 。よし、しかも劇場長持ってきました。よっしゃ、1個目。はあ、行くよ。よし、 100%。 さあ、あと1つだよ。またここまで帰ってこれました。残り870枚です。これはさすがにだろ。これいかなかったらちょっと出るとこ出るぞ。チャンスね。
っしゃ取った。お待たせしました。うわ 10% じゃん。よっしゃ久しぶり。俺実は久しぶり。さあ枚数まだまだあるからね、運命連戦いけますよ。まず上位入れちゃいましょう。よし、まだ800枚ありますからね。いやー数でなんとか押し込みましたな。押し込みましたな俺。さあうまいのか下手なのか、運命の一撃で決めましょうよ。もうこうなったらその後の無双が500だっていいよ。もう散々劇場立ちでね、ラストゲームで引けなかったんだから貯めてるはずよ俺。ラスト1ゲームのリプレイ絶対通したらかんな。3つ通すのに2600枚かかりましたよね2600枚。とかあと1400枚くらいしかないけど、余剰が行ったとてやん。これ行ってもすぐエンディングやん。これなんだろう、俺これ回のままエンディング持ってくるかもしれんぞ。これ乗せうまくいきゃ。さあエンディングが近づいてるじゃないですか。ここセーフライ、うれー左ファースト。よっしゃ決めたそうなんです、運命連鎖も久しぶりです結構得意。行きましょう。赤、よーし決めました。よーしよ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 し、ってかもう枚数なくないかお前な、大丈夫かこんなに。これ速攻でエンディングじゃないのかなあ。さあ行きましたよ、超カラクリでーす。せーのでよし、あもう枚数消えてるやんねえ、意味ないじゃん上位。ねえねえねえ、ちょっとまあまあいいじゃないですか、俺こういうの多いんすよマジで はいエンディング、全然枚数使い切ってませんさあこれで終わりますが、資産がね結構引けました。6回引いたよ、なんと白5回青1回ってもう運命の一撃余計通る気しなくなったじゃん、ね、ほぼでほ今日ね終了画面でしても何一つ出てないですからね。さあまあまあ取れてますよ、行きましょう。このために僕は頑張ってきました。ここが大丈夫か、せらない、ああいい引っかかりか。もうね最後に何か引くと思うかいけないですよ、そこまでに決着つけましょう。もう強行役行きましょう。すまない、分かってますか、大丈夫です。すまない、知ってました、せーの。来ましたよ皆さん、入っちゃいましょう。セルライやりたい放題ですよ、ありがとうございます。目をつぶってブーダーしゃー引いたね、チャンス目、うわうまいよ。よっしゃー、もうここ500枚でもいい。よし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 、あー久しぶりやるな、堪能しましょうよ。
うりうりうり、下パに消えろ消えろ、ドン、いいじゃない、下パに消えた、ドン、100、100、ドン、最低は消えたよ、ドン、下手くそーっつったよ、これも下手くそーっつって、もいいんだ今日はこれで。さあというわけで皆様、ここまで見た中でも答え出してください。私非現人は、スバスのカラクルサーカス、うまいか下手かどっち、どうぞ。いや楽しかった、満足満足ですよ、赤です、ドーン、いくつ、おーおーい、境地がよく来る、スッとスッと、よう乗る、スッと、5000マイル、よし、うわー、100段階、さあ行きましょう、2発目、うわ300、全然100でよかったです、200、やべえやん、行くとこまで100、はいショート、ドーン、ドーン、3連続ドーンってっつって、まだ終わんないのだっつって、あ、線越えてるよ、ショートしてますよ、だっつって、いけ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 、だっつって、いっちゃういっちゃう、まだ行くの、だっつって、俺どこまで行くんだおめえは、だっつって、まだ終わんねんだだっつって、うりー、もう行くとこまで行っちゃいっちゃい、もう壊れちゃうよ、結局1500、やった、またこれエンディングじゃん、いくよ、てててててー、ちょー、はい、いくよ、ほらはい、2周目、はい、エンディング、2回目、さあ今回はレア役ゼロでございましたということで、さあ行きましょう、運命の一撃、ちょっとね満足してしまっている自分もいますまあもう楽しんでウイニングランしましょう、知ってた、分かってた、せない、己で引くしかない、せない、イエーイ、ブーに集め、わ、通ってた、マジで、お前まさかのやつなのか、いや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 、俺は新人、よーし行こう、いけるとこまで、もう、はい来たよ、ドン、ショート、ドン、でけ、ドン、ショーショー、でかい、ちょっつって、線は行きたい、なんなら行きたい気持ちよく終わろう、うわー、730中短波、まあこれがヒゲちゃんっぽいでしょう、ミスター中短波ということで行きましょう、3周目、ショーいいじゃないですか、応援のほどよろしくお願いいたします、今日2分1はマジで強いから大丈夫、
やった、セララい、よっしゃ持ってきた。初めて試算出た。ここまで回して1回だよ。分かっておる。落ち着け落ち着け、リップでも引けてる。今日は低めし、3枚です。よーし、初めて引けなかった分持ってきてるぞ。よーし、8000達成。よし、はい、よいしょ。少なそうだな、お前今回はよ。ドン、来い。少ない。ショートが一回もない。500だろ、お前は。お前500だろ、これ。あ、超えた。ショートした。ドン。オッケー。オッケー。おー、よしよしよし。よしよしよし。よし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 。あー、千切りいかず。まあまあまあ、よしとしよし、まだまだ終わらないぞ。さあ、こいつはどこまで伸びるんでしょうか。皆様、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。バチコー、ハセーン。やりたかったです、これ。これがやりたかったです。さあ、9000枚。ここまで来るとおまんを目指したくなるとこでございますが、いいよ、8000枚、大丈夫、もう十分だから。コンプリート、いや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 、コンプリート、コンプリート目指す企画でやりたい。いやー、マジ楽しかった。やっぱね、改めてね、カラクリサーカスはまあすごい台ですよ。ちょっとまさに歯車がね、ちょっと噛み合えばこれですからね。これなんかだってもうこぼしちゃってるのいっぱいありますからね。本当だったらもっと乗ってね、ルール上伸ばせないで止まっちゃった部分も込みでのこの枚数ですからね。ただ、次の運命の一撃が通ればおまんまいくと思います。さあ、どうでしょうね。最後におみやのおまんまいくれるのか、はたまたこの霧のいいところで終わってハセーンつってね、お前先飲み行くのか。どっちでも最高の一日よ。さあ、これでまんまいをかけた運命の一撃に突入です。さすがにちょっと緊張するわ。スマスラだとね、ブブブで1回出しただけなんだね、僕はね。黒黒黒、それどう。さあ、というわけで残念ながらおまんまいは達成なりませんでしたが、まあね、それは先ほど言った通りコンプリートを目指す企画等できっちり皆様にお届けしたいと思いますので、今後の動画も楽しみにしていてください。というわけで今回のバチコンは以上でございます。バチコー、結果表解消です。最後までご覧になってくださった皆様、皆様の期待裏切りませんでしたよ。まあ満点に近いんじゃないですか。まんま言ってたら満点だったと思うでしょ。あの後ね、一応天国だけ見まして、その後少しだけ面白いことになりましたんで、そちらの方もご覧ください。どうぞ。おーしゃった。
39、40ポイント。これ入れたらあれまんまいっちゃうんじゃないですか。あれ、いや今度でいい、今度でいいのか、別にもう結構綺麗に閉まったみたいな。下パネショートあるんかーい。これ行くぞ、下手したら。よし、ちゃんと打とう。まだ終わってないぞ、まんまへの夢は続く。むむ、ディアちゃんの終わりが60で来たよ。ちゃんと打った。原点回帰。強いの来た。これは強チェで3桁だろう。よっしゃ、せーの、100か。よし、いろいろやろう。もう左手一回乗りもクリアだろう。何でもいい、乗ってくれ。弱チェでもいい。いやー緊張する。15万約2回引くだけでもいい。よし、あと1回引くだけでいい。乗れ。ああもう、
ただろ18枚いった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 ギリギリいったいったぞみんなうわめっちゃギリギリ15枚役で達成っていうなんとも俺らしいやつでタッセットともに終わります。いきますよ。せーらない。いけよみんな。バンバン表記なし、なしだけど、ここ。バンバン引きましたーギリギリ、行きましたーバスコー行ったのよ行ったのさあ、というわけで私、イゲンジスマスロでは2回目のバンバン達成でーすすーごい俺らしいバンバンの達成の仕方だったね。天国で引き戻してなんとかまた AT 入れてでさらにそこで枚数足んなかったけどもあの15枚ナビをゴリゴリに引いて最後なんとか届かせるっていうねで最後幕開消化して終わった、枚数でございますけども1万2枚ってことすげえギリギリ、獲得が万枚突破ということになりました。で投資の方が36本50枚貸しでございますので1800枚サマイ数でプラス8202枚イエーイついにバチコンのトータルサマイがプラス益に浮上しましたよ皆さんありがとうございます。長かったんですよここまでね。マイナス何枚までいった2万枚近くいったっけなんとかプラス息までは息吸えるとこまでは帰ってきましたのでこれはもうひとえにあの皆様の応援のおかげでございます。今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。さあそして最後にですね金馬車北部店の店内状況の方、見てきましたのでそちらの方をご覧ください。どうぞ。それでは店内状況の方も報告していきましょうかね。カバネリコーナー未だに満載です。でやはりね朝一に常連さんが行ってるコーナーに間違いはないようです。カジノ台が5400枚で出てます。で隣の台が1600枚、その隣が2300枚、これも出てます出てます。でその隣が1800枚です。出てないこれ出てます2100枚、はい、でその隣1600枚も出てます一番いいです。はい、その隣2900枚も出てますと。特にですねこの3台はもうやめちゃダメみたいな感じになってますんで、だからまあこの感じなのでカバネリは稼働と出玉 と、出てきたものと合わせるとまあ全部でも良かったのかなという感じでございます。やっぱこういうことなんでしょうね、まあ、ある意味分かりやすい店と。次行ってみましょう。お次は背中のブブブですけどもそんなにね出てる台がないんですけど1台ねそれっぽいのが、はい、こちら8600枚ですね。でドライブも、ちゃんと数えてないみたいですけどまあまあ入ってる、まあ、50回で8000枚出てますから、ね、そこそこ入ってるでしょう。でこの辺は3400枚4000枚出てますけども、普通に連チャンしただけだと思います。なので回ってる台の中では、まあ、1台の8000枚のやつがありそうかなという感じでございます。さあ続きまして、最新である番長4ですけどもこれはねまだね分かんないよね、まあ、正直入ってても相当荒れるっていう話なので、まあ、枚数だけ2600枚、3500枚の横で6400枚でございます。でグラフの方も見ていただいたら分かる通りこんな感じね、二山でそのお隣3000枚、そのお隣が3700枚、1200枚、1200枚、3000枚という形になってきます。どうだろうね、さすがにあの6000枚出てるやつとあとその近辺はまあ他のに比べて綺麗に出てる感じなので今日はあの辺にももしかしたら集めてたのかなという感じには見えますが実際どうなのかはちょっと分かりません。ただねやはりこちらのコーナーも朝一にですね人が集まっていたコーナーでございますので、まあ、普段から入れてるんじゃないかなとそういうふうには読み取ることはできました。あとはちょっと細々したのあるので紹介していきます。まあ、金馬車北部店といえばあと入る傾向があるのが少数台騎士3台騎士ですね。上か ART の方が、8台が2000枚でこれちょっと飲まれてきちゃいましたけども1000枚ちょいプラスで、で一番この端の台がですねマイナス域ですけどもここと真ん中と左は出てます。左の方がいい感じです。なのでやっぱり3台設置機種っていうのは入りやすいのかなと。特にサミー系なんかはまあ狙う優先順位としては高めにね置いた方がいいんじゃないかなと。一応報告していきましょうか。
本日は昨年は朝一から打っていたジャグラーガールズ SS でございますけども、僕が打った台だけ一応やっぱプラスにはなりました、うん、やっぱ入るんだとしたらこのねへこみ台だったんでしょうね。ただちょっとまだちょいプラスになったくらいですけど、今17の8でちょっとレギュラー足りてないんで何とも言えませんけども、まあその他3台は今んとこマイナス域ある程度遊べるようになったかなぐらいかな。さあ行きましょう、スマスロホットの原稿欄でございます。こちらもまあいつも何かしら出てるコーナーなんですけども、今日ねちょっと番長4が入ったことでここの稼働は優先順位が下がっちゃったのかあんまり回ってないですけども、まあ初当たり引けてる台で言うとこいつが2000ちょいで10回で3000いかないぐらいで11回とかはあります。あともう1台ぐらいあったんだよな、これだ、またによく入るんですけど、これ全然回ってないんですけども、まだ1000半ばぐらいで6回は引いてるよまあこのカードを角にこれちょっと結構ねよく出る場所なんで覚えてもらえると、だからまだチャンスはあるんじゃないかなと。さあ最後お待ちかね、大トリを飾るのは俺が打っていたカラクリコーナーてってでー、角の方もね上手に伸ばして5000枚出てますが、その隣私見てください、1番6枚今日の、ね、店全体の1番台ですよ枚数だけで言ったらね、やってやりました。さあその他スマスロも各機種なんかゴールデンカムイなんかもね挙動悪くないよっていう台出てて、まあ5000枚くらいのやつが1台あるのかな、だから各スマスロに、それっぽいやつもちらほら見えるかなという感じで、忍び魂からも、7500枚っていう台が出てました。マクロスフロンティア4も4000枚が1台あるかな。本日の店内状況ねちょっとご時世的にアバウトにしか報告できませんでしたけども、以上でございます。遊びに来る予定のある方はぜひ参考にしてみてください。バチコーン、いつも通りっすだから優先順位もカバネリでいいだろうな、一番は、ちょっと前まではブブブっていうのもあったっすけどね、今はまあ一番はやっぱカバネリでいいかな。で2番目はそうっすね、やっぱ台数が多いとか掘りづらいんで3台機種ないし、ちょっと台数が、5台以内ぐらいまでのスマスロコーナーを狙うのがいいのかなというふうには思いました。ただやっぱり一発勝負に行きたいんだったらブブブなり、あとはいつもですね入っている北斗なり、この辺を掘るのもまあ無難かなとは思いますけどもね、まあ、日によって、状況によって立ち回り方変えてみてください。ただもう狙うとか間違いございませんから、あの木を狙う必要はございません、シンプルにあの金橋北部で能動の立ち回りで楽しんでください。で最後ね、今日打った台の設定予想でございますけども、まあ不遂だな、まあ、弱化はまああって真ん中ぐらいまで、でからくりに関しては、あれだけ回して終了画面は敵のグループ1回のみで、でエンディング中は青が1回出ただけで、あとは全て白ということでねまあ多分こいつですねまあでもこれでなんとかなる台がまだありますからね、まあ、めったにはございませんけど、たまにこういうのがあるからやっぱパチスロツルはね熱くなれちゃうよねというわけで今日は、このバチコン2になってから一番のバチコーンかましてやりたいと思いますので、早めに切り上げて美味しいお酒を飲みたいなと思います。ぜひね近隣で遊びに行ける方はこちらの動画を参考に立ち回ってみてください。というわけで今回のバチコンは以上でございます。また次回以降楽しみにしていてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら、バチコンズーやーい。